今日のスペイングランプリはどのようなレースとなるでしょう。91年にマンセルとセナが繰り広げたホイールトゥホイール、あんなバトルをぜひまた見たいもの。抜きどころの少ないコースなので、いつも以上に戦略重視のレースになるかもしれません。全長 4.65 キロ、コーナーは16、ポールポジションからスリッピーな1コーナーまでは730メートルあります。長くてワイドな3コーナーと上りながら右に曲がる9コーナーはどちらもドライならアクセル全開ですが、おそらく今日は不可能でしょう。今日のクルーズはちょっと大変そうですね。この雨ではクルーズという言葉もあながち的外れではないでしょう。どう思います？ちょっと濡れすぎているかな。こういう状況では水たまりとタイヤの温度、あと視界に注意が必要です。ウェットタイヤが跳ね上げる水しぶきを浴びながら走行することになるので、周囲のマシンとの距離感が分かりづらくなるんですよ。スタート前に今日のレースのグリッドがどうなっているか確認しましょう。昨日快走を見せたマックス・フェルスタッペンがポールポジションからスタートです。その横にはシャルル・ルクレール。残りのグリッドに移りましょう。ガスリー、トロロッソ、ルイス・ハミルトン、ベッテル、ボッタス、バトラー、ヒュルケンベルグ、そしてランド・ノリス、ウェーバー、リカルド、セルジオ・ペレス、ライコネン、グロージャン、マグヌッセン、ランス・ストロール、そしてアレクサンダー・アルボン、ラッセル、そしてグリッドの最後を埋めるのがロバート・クビサ。さて、それではコースに目を向けてみましょう。すぐにターン1が来る。混雑するから注意しろ。
ACE が摩耗してきているようだから出力の低下を覚悟しておいてくれ。Thank you.
走りをキープしてくれ。あと10分ほどで雨は上がるはずだ。20秒、プッシュしろ。しばらくは今のタイヤが最適だろう。店のピットに入るぞ。
レクサンダーがピットインした。マグヌッセンについての情報だ。問題を抱えているらしい。前との差は 4.3 秒。あっという間にドライに戻るはずだ。
ートに対するアドバンテージは 16.2 秒。ダメージを検証したが、走り続けられそうだ。タイムは犠牲になるかもしれないが、レースは終了間近だ。難しいとは思うが、そのまま行ってくれ。
ース終了だ。気をつけて戻ってきてくれ。フェラーリは今日奇跡を見せました。素晴らしい勝利です。アンソニー、何が今回の勝利を導いたと思いますか？鍵は安定感じゃないかと思いますね。最初から最後まで速いラップを刻み続けていましたよね。ああいう走りができれば自分のミスを抑えつつライバルのミスにつけ込めるので、大きなアドバンテージを築けるのも当然ですよ。さあ、勝者の登場です。スリリングなレースを驚異的な奮闘でフェラーリが制しました。これまでの歴史を考えれば、今日の勝利を意外だと思うファンはどこにもいないでしょう。さあ、ドライバーズランキングはどう変わったでしょうか？チャンピオンシップのリーダーはまだランキングトップを維持していますが、その差はやや狭まりました。アンソニー、ドライバーオブザデーを挙げるとすれば誰でしょうか？今日のセルジオ・ペレスには火の打ち所がありませんでした。全くミスがなかったですね。やはり彼でしょう。ではコンストラクターズチャンピオンシップがどうなったのかを見てみましょう。現在のランキングトップは首位を守りましたが、その差は小さくなっています。一方フェラーリは順位をアップ。頂点を目指す彼らにとって充実した週末となりました。今回のフォーミュラー1のウィークエンドは血が湧き立つような展開でした。ぜひ次回もご覧ください。素晴らしいパフォーマンスでした。満足いく結果だったかと思います。ライバルと大接戦だったようですが、勝つことができたようですね。全員の期待を上回る結果を出していると言えるのでは？雨でも自信を持って走れましたか？今日の接触について何かコメントは？どうも、以上です。